んな感じやったんや。まあね、あの今日は本当にね、たくさんいろんな方出ていただきまして、はい、この後一人でね、あのもうラスト、はい、あの楽しい時間は早いもので、はい、ラストの方になりますけれども、はい、やっぱりね、あのほら出てないじゃない今日の、うん、マニアさんの、うん、相手がバーサスの相手が、はい、ここで最後もう大取りでね、ほんまかやらしい顔してはるのよ。ありがとうございます。ほんまかやらしい顔してはってね、あのほんまにかやらしい、ちゃんと私なんか説法聞こうかな思うぐらいほんまにかやらしい。私は聞きますよ、ね、ま、うん、ね、聞いた方がいい。最後にやっぱりほらマニアさんで終わるというよりかはやっぱりねこの方でこの方でがっつりもう大取り止めてもらって、はい、こうキュッて締めてもらおうかなって思ってますんで、はい、ね、マニアさん、よかったね。ありがとうございます。ということで、じゃあご紹介してもよろしいでしょうか。いえ、ちょっとお待ちください。あ、もう少々お待ちください。はい、ありました。マニアさん、はいはいはい、先日の打ち合わせの際にずっと言いたかったことを我慢してたんですよ。あ、ちょっと舞台に上がってきていただいてらしいですよ。どうぞどうぞ。あ、ここでじゃあ、あの説教、うん、説法、説法あのジャバ説法あの説教なんかね、あのちょっとちょっとなんかマニアさんにあの、はい、アイドル菩薩さんの方からなんか、はい、お話があるっていうことなんでね、はい、あのさっきいじめられていたからかわいそうだった。いやー、なんやろか。いやでも、この間のその、ね、はい、ミーティングの時の話らしいから、じゃあちょっとよろしくどうぞ、そちらにお渡しします、はい、あの私マニアさんと先日、まあ、打ち合わせをね、させていただきまして、自信満々にね、あの私の名言ありますねん言うて、なんか40いくつぐらい見せられたわけですよ、はい、マニアさんの。マニアさんの名言集40ですっていうのがあってね、うまーっと見てすごいこうね、自信満々に言わはるんでバーッと見たんですけれども、まあ引っかかるところが多いことねえ、もう今見てもでも時間かかるだけですんでね、あの私が一番気になった3つをね、紹介したいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、人生は想像力次第。これね、あの想像力でなんとかなんやったら仏教いらないんですよね、どういうことかちょっと説明してもらってもいいですか。非常に申し訳にくいんですけど、仏教とスピリチュアル、僕は私スピリチュアルをしてるんですけども、仏教とスピリチュアル似てるように似てないんですよ、で違うから名前違うんでしょうしね、はい、で超能力で、ちょっと漠然としてますけども、実はですね、生きる時に、なんか僕かって過去にいろんな辛い経験もあったりして、それを乗り越えてきたものっていうのは想像力だと思うんですよ。例えば、これ実はですけど、借金50万円、あの友人に騙し取られて、その時に引っ込みました。そんなことがあって、そんな時にどうしたらいいか考えるんです。それが想像力だと思います。想像力イコール考える、思考するときに考えて50万円取られたんでしょ。いや、その時想像する力がなかった。なかった、うん、マジっすか。はい、なかったんです。えらこっちゃ。うん、じゃあもうちょ意味わかんない。ついつい嘘をつくならハッタリをかませね。まず嘘とハッタリの違いからようわからへんし、ハッタリを肯定してるっていうことなんでしょうね。そうです、反対行為。それちょっと説明してもらっていいですか。人がつく嘘って大体、まあ、出まかせだったり、そうそうです、ね、対して根拠もないことを言っていることが多いです。逆に反対というのはですね、うん、自分に自信があっていう言葉で、威勢を張るとかそういう子たちです。威勢を張る、強がる。怒りました、今の。怒りました。強がるには根拠があるんです。あ、はぁ、あ、うん、まあね、まあ、私を見てもらって分かると思うように、ハッタリだなっていうことですか。あの、ね、例えばじゃあ次行ってみましょう。3つ目行きましょう。きっと良くなるね。もう根拠がこれこそないでしょう。どういうことですか。いいですか。これは実はですね、ある人の本から引用して、やっぱり分かります、うん、著者は誰でしょう。いや、それ本田健です。
本田健という僕の尊敬している愛と分かち合いを手に掲げて、誰もあーってならない、分からないか、ちょっと本田健という本屋で調べて読んでみてください。きっと私の言ってることが理解できるかなと思うんですけど、きっと良くなると信じて行動を起こす、それこそにすごく意味があると思うんですが、どうでしょうか。すいません、今までの話全く納得いかないんで、じゃあこうなったら私たちも勝負しましょう。いいですか、私たちが一番苦手な大喜利で勝負だ。自分で決めた。ババーン。はい、見ていただいたら宇宙規模のね、大喜利対決の図になってますけれども、えらいことですね。とりあえずなんか怖いですけどやってみましょうか、言ってしまったからには。はい、じゃあすいませんが、ムッケンさん、よろしくお願いします。進めていただけますかね。はい、早めに終わらせてくださいね、はい、本当に、時間もあれなんで、やる必要もないと思うんですけどね。そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きます、最初のお題です。はい、三輪明宏と江原博之がつかみ合いの大喧嘩、その理由は。はい、答え出た方から挙手でお願いします。はい、はい、じゃあそれでは、アイドル菩薩さんいきます。三輪明宏と江原博之がつかみ合いの大喧嘩、その理由は。二人で寝てたら朝起きて、江原さんが勝手に三輪さんの髪の毛を黒染めしてた。それはまあ、はい、マニアさん出ないでしょうか。はい、はい、マニアさんいきます。三輪明宏と江原博之がつかみ合いの大喧嘩、その理由は。単純に江原さんが太ってるから。はい、はい、アイドル。三輪明宏と江原博之がつかみ合いの大喧嘩、その理由は。江原さんがスピリチュアルやめてナチュラリストになるって言い出したから。はい、はい、マリアさん。三輪明宏と江原博之がつかみ合いの大喧嘩、その理由は。江原さんがスピリチュアルを放り投げた。はい、じゃあ続いての答えいきます。やめて。はい、続いての答えいきます。写真で一言。はい、はい、アイドル坊さんさんどうぞ。もちろん重量挙げの選手です。はい、はい、スーパーマリア人キングさん。手に何を持ってるんですか。ただの質問でしょ。はい、はい、アイドル坊さんさん写真で一言。上下逆の写真です。はい、はい、スーパーマニアさん。それ着ているのは肌にカラーペイントしたものですか。カラーペイント。はい、じゃあいいですか。はい、続いてのお題いきます。敬老の日に孫が言った一言でおじいちゃんがショックし、一体なんて言った。はい、はい、アイドルボタスさん。敬老の日に孫が言った一言でおじいちゃんがショックし、一体なんて言った。おじいちゃんごめん、ほんまは実の孫じゃないねん。ショック。はい、はい、スーパーマニアさん。敬老の日に孫が言った一言でおじいちゃんショックし、一体なんて言った。私女の子になりたいの。うわーショック。はい、はい、アイドル菩薩さん。敬老の日に孫が言った一言でおじいちゃんショックし、一体なんて言った。今度のアイドル菩薩 VS、スーパーマニア人キンクのイベントに出ることになったよ。ショック。ショック。熱いわショック。はい、はい、マニアさん。敬老の日に孫が言った一言でおじいちゃんショックし、一体なんて言った。私、明日死ぬわ。
もういいですか。あのねえ、なんで大喜利しようって思ったかわかんないです。すみません、あの人のせいにしていいですか。はい、木村さんがやったら違うかって言ってた。ほんまにあの。違うかって言ったから。もうただでさえ押してんのにもういたずらに時間を、ね、じゃあ、 あの一応ねあの皆さん、勝敗ねやっぱ白黒つけた方がいいと思うので、ね、皆さん の、 あの拍手であの勝敗を決めたいと思います、はい、それではアイドル菩薩が面白いと思った方拍手。はい、それではアイドル菩薩の勝利で一応聞きますか。はい、それではスーパーマニア人キングさんが面白いと思った方シーン。よし、じゃあ、マニアさん負けたんでアイドル菩薩の8匹来てもらいましょうね。この後ライブを盛り上げたい。はい、はい、じゃあ私いつでも準備大きいなんで、はい、はい、スーパーマニア人とアイドル菩薩の大喜利対決でした。ありがとうございました。